前がすごいんですよ。若松屋千一さん、やっぱりも妖怪色じゃないですね。桃香ってますわ。よくまた合わせましたね。桃羊羹だったらずっしりしっかりの甘みでしょ。そうじゃないんですよ。フルーツの甘い新山市は桃の産地なんですって。桃は古くから邪気を払うものとされ、また不老長寿の果実と言われます。 どこも菓子も入ってます。桃すごいお得感。桃羊羹とかけまして、ご機嫌よろしゅうございます。楽もできる和菓子 YouTuber 三遊亭流楽です。さあ本日もお取り寄せシリーズでございます。この度のお品は愛知県犬山市。名前がすごいんですよ。若松屋千一さんの桃羊羹というものでございます。さあ桃羊羹ですからね、桃と羊羹全然ねつながりがないような感じしますけど、桃羊羹パッケージとりあえず桃ですね。桃色ね。でこの僕がいけるかな、千一さん様のこれこの字がなんともすごいではございませんか。はい、さてさてこれはねもう出してカットさせていただきました。桃羊羹ね、桃羊羹だから桃色かと思うとそうでもないんですけども、やっぱり羊羹色じゃないですね。桃ですよこれ。この桃感出てますよね。でこちらもちょっと聞こうかね。これでちょっと桃の、あ、桃の果肉までが入っているという、なんでしょう。はい、行きましょう。これはね、ちゃんとこちらでカットする。ね。ちょっとあれだな、こちらの方を一つ見せさせていただいた上で、私の方でこちらをカットしよう。うん。この果肉か、とりあえず。桃贅沢だからね。桃のね、もう私なんか皆さんはもう若いですけども、私なんか子供の頃もう桃の缶詰なんて言ったらね、もうよっぽどこの具合悪くならないとね出してもらえなかったですよ。そのくらいの桃ですよ。桃贅沢だね。はい、いや、で、おー、桃香ってますわ。うん、間違いなく桃だ。いやー、これね果肉だけじゃないの。じゃあこれ全体、桃全体にも、はい、じゃあいただきます、うん、ちょっと一かじりすいません。また合わせましたね。桃、なん桃だ、桃だけど羊羹だ。うん、いや、この甘さがもう羊羹の甘さじゃない。やっぱね、ちょっとあのフルーツ感、フルーツの感覚ですよ。でだから羊羹だったらずっしりしっかりの甘みでしょ。そうじゃないんですよ。フルーツの甘い。それと、もちろんこれはあのお豆のね、味ですよ。その旨味、これをね合体させましたですね。こちらもう一回言ってみよう。フルーツだね。フルーツとあんをよくこうやってねうまくマッチングさせた。侮れないな、この若松屋千一さん。いやー、これねあれなんですよ。で私まで存じ上げなかったんですが、この犬山市というところがあれなんですよ。なんていうかな、大事にしたら薬しちゃった。犬山市が桃の産地なんですって。知りませんでした、私関東人で。桃はね、そうなんだ。いや、だからこそこういうで、こっちの若松屋さんはいろんな桃を
ベースにした和菓子、お菓子をたくさん作ってらっしゃるそうですけどもね、それもやっぱ地元ですもの、ふんだんにいいものが手に入るわけでございましょう。そこにやっぱりこの手間と工夫を重ねてということなんでしょうね。で、桃は古くから邪気を払うものとされ、また不老長寿の果実と言われてます。なるほどね。そして、やっぱり地元産の桃を独自の製法で加工し、さまざまなお菓子にしている。その中でこの羊羹、これも独自でしょうね。ちょっとお願い、一つ一つ手仕事で手作業で行っているため、ものの種やヘタが入る場合がございます。お気づきの点がございましたら、ご連絡くださいってね、ご丁寧に書いてございますが、そうか、だから本物で手作業でやってるからそのね、だからこそですよ、それが。ちょっと、うまいねこれ。うん。桃だ。ああ、ちゃんとやっぱ一切れに桃がしっかり入ってるぐらいの、ね、量で、もちろんこの羊羹自体がもう桃のペーストを入れて存分に入れて作ってますから、桃フルーツなんですけど、嬉しいねこの桃で。ああ、うまいわ。桃当たり、まあ当たりってこれどこにもこう どこもかしこも入ってます、桃。いやー、今塊きて嬉しいな。いや、すごいねこれ。うん、なんかすごいお得感ある、得した感。特殊な感ってずっと入ってるんですけどね。嬉しいね、こんだけ桃がしっかり入ってると。やっぱペーストだけでちょっと寂しいもん。これだけね、桃がしっかり入ってる果肉、これを味わえる、これ幸せですよ。ね、お茶も進みます。いやー。もう素晴らしい、この桃の産地。こちらまた見てみよう。あ、逆だった。もうね、近場に弱いからすいません。こっちこういきます、こうね。そして、このですよ、桃羊羹さ、やっぱりね、豆も十勝産の大手棒豆のこしあんだね。やっぱり一流どころ抑えてますね。手棒豆と大きな、手棒豆って白いんげん豆のね、一つの種類ですけれども、このこしあん上質ではございませんから、そこにやっぱり桃の果肉を練り込んで、もうね、そしてまた果肉自体をしっかり残しているというところが、もうありがたい限りでございますね。いやいや、もう感動いたしました。ですけれどもね、こちらね、こういうこのもうなんかね、この字がね、もうね、な並大抵じゃないもん。ちょっとこの若松さん、これちょっと立っていただきましょう。はい、しっかり立っていただいた上でね、久しぶりに謎かけいきましょうか。はい、それではやります。桃羊羹とかけまして、取れたてのいわしと解く、その心はピーチピーチ、ということでおそば様でございました。もうこちらの方もね、じっくりゆっくり味わいながらいただこうと思っておりますが、皆さんぜひこれはお取り寄せくださいませ。概要欄にリンクを貼ってございます。そちらの方お使いください。そして私のチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いをいたします。本日は愛知県犬山市若松屋千一さんの桃羊羹をご紹介させていただきました。誠にご退屈様でございました。